イマジンリプレゼンファンキルのジェナって遊ぼう。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から水曜日まで3日お届け。この番組はゲームプロデューサーの今泉がリスナーが聞きたいジェナの1年のなんかを感とかするテーマでやります。イエーイ、ざっくり。今日はこの1年で変化した、あ、ちょっと待って、はい、あの台本今日ジェナって遊ぼう最後だから、そうですね、ラストです。今泉 P、はい、いやー、住友美ジェナ奥が深いね、あっという間に3日終わっちゃった、いろいろ聞かれてどうだったっていう台本なんですよ。そうですね、書いてありますね。ちゃんと奥深いこと言ってね。いやいやいや、うん、はい、ではこの1年で変化したこと。そうですね、あの私結構、まあ、よく真面目って言われるんですけど、何でもかんでもこうそのまま肩にはまった台本その通りとか言われた通りするっていうことしかできなかった人間だったんですね、うん、それがなんとこのファンキルやラジオを通じてちょっとだけ外れてもいけるような人間になりました。つまり道を外したと。今日はあれだよね、そう、そういうことね、あの要はほぼほぼ台本通りじゃないことを言う MC がいた時の対応ができるようになったのね。はい、です。なので皆さんもあの真面目すぎてこうそのままやろうって思わずに、ちょっと気楽になんかふわっとこう思ったままをやってみるっていうのもいいかもしれないなっていう変化を感じました。バラエティってやっぱでもの、うん、あれだからね、そのライブだから。そうですね、ライブで起こるハプニングが面白くなるわけだから、うん、台本通りやると、ね、みんな考えてくるじゃん。そうなんですよ。あれ難かったよね、あの周年の時の、はい、なんかね、なんですか、あの台本が面白くなくて絶対あそこのおすっげー面白くなくてどうしようと思って、はい、直前で虹色カブトムシとかにもここつまんねえからこうしていいって言おうとしたらすげー不安そうな顔したから、いやダメだと思ってもう変えられない台本と思って、あ、そっか、そういう子たちもいるんだなと思って。そうなんですよ、最終手段取ったら俺がもう村西徹になったのね。ナイスですね、ナイスですね。お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれません。そういうこと言わないとダメだったっていう、あれも最後の手段だった、ね、いや、すごい面白かったです、私も見てたんですけど、山田さんとかね、山田が面白かった、ね、面白かったということであれこそね、何も台本になくて山田って、飯食ってます、出てこないですよね。目指すべきは山田さんです。はい、はい、そこにそれこそ道を耕えているかもしれません。ではまた明日。